のテーマは、場内が暗転します。柴田勝頼の文字が見えました。このタイミングで柴田勝頼が今花道に姿を現しました。何が起こるのか。2019年上半期の総決算、大阪城ホールに柴田勝頼が姿を現した。なんだ、何を示しているんだ。かつての自身の姿を指さしている。これはどんなメッセージなのか。2年前 IWGP 選手権を最後に欠場が続いている柴田勝頼。お、健太、健太を指さしている。いや、皆さん、これどういうことなんでしょうか。そうですね、ものすごい歓声です。はい、はい、かつて柴田選手とですね、ソウルメイトという中でしたね。いや、とんでもないことが起こりました。新日本に連れてきた。さあ、二人がリングに向かいます。何を話すのか。柴田勝頼が健太をセルリアンブルーのマットの中に招き入れました。ものすごい割れんばかりの歓声です。今日は大親友の健太を連れてきました。新日本プロレスファンの皆さん、健太です。まずはこの場を作ってくれた柴田さんに感謝してます。ありがとう。俺は自分の本能に従ってここに来ました。健太のプロレスお見せします。G1 でお会いしましょう。なんとなんと G1 参戦表明だ。なんか G1 すごいことになってますね。以上、今日だけで3人が G1 表明。そしてこのポーズだ。胸が熱くなります。とんでもない一日になりました。いやー、もうまだまだね、この大阪城ホールの試合が続くのに、もう気持ちはね、 G1 が楽しみでしょうがないですよ。いやー、健太が新日本に参戦表明をしました。柴田勝頼の親友健太、全世界からもういろんなとこから、とにかく新日本のリングに集まってきますね、精鋭たちが。いやー、本当に G1 が楽しみになってきました。この男もまた真夏の祭典 G1 クライマックスに殴り込みをかけました。柴田勝頼が連れてきた親友健太。さあ、
さあ今年の夏どんな G1 展開が待っているんでしょうか。楽しみです。まずは日本にお帰りですね、はい、彼が私の知ってる健太を今日呼び込みましたが、あとはもう彼がのびのび思う存分健太のプロレスをするだけです。俺ができることはここまでだ。もうまさに言ってる通りで、まあ、自分のプロレスがしたい、そういう気持ちもあって WWE を辞めて、まあ、アメリカに対しても自分の中でまだやり残したことがあって、もう一回自分のプロレスをやって、もう一回世界に対しても自分というものをアピールしていきたい、そういう中で、まあ、柴田さんの存在があって今日こうして、こういうことが起きて、もう本当にあとは、まあ、今言った通り、まあ、あとは俺がやるだけですね。人生どこでどうなるかわからないという、まさかこんな日が来るとは俺はイメージしてましたけど、イメージ通りになってしまいましたね、はい、ご本人の口から G1 という言葉が出ましたけども、はい、これはもう新日本プレスにもメッセージというか、そうですね、やっぱり、まあ、G1、まあ、もう本当に新日本プレス、まあ、もうニュージャパンで言えばもう世界中でも、まあ、まさに最高峰のうちの一つだと思うし、まあ、ニュージャパンでもみんな世界にもどこにも通用する今の団体だと思いますし、まあ、そういう中でしっかり自分というものを残して活躍することができれば、まあ、おのずと世界に対してもまた改めて健太というものをアピールすることもできると思うし、もう G1 はそれにとってはもう一番いい場所なんじゃないですかね。いろんな選択肢があったと思うんですけど、新日本を選んだ一番の決め手っていうのは、対世界ですね。まあ、今新日本世界に向けても、まあ、すごく大きくなってますし、まあ、事実、まあ、4月、まあ、マイソンスクエアガーデンをいっぱいにする団体ですし、まあ、もう選手の層を考えてももう世界最高峰の一つだと思う。そういう中できっちり自分というものを出せれば、まあ、対世界に対してもアピールしていける、そこが一番大きかったですね。考えれば大阪ってハルク・ホーガンに迎え入れた場所でもあってありますよね。そうですね、まあ、それは、まあ、何の巡り合わせか分からないですけど、そうですね、また大阪から始まることに なりましたね、はい、今の柴田選手が LA 道場という形で、まあ、任されている立場なんですけども、どうしても LA 道場だと練習だってそういうことって考えたり、ね、そうです、はい、LA 道場で、はい、まあ、タイミングが合えば、はい、いつでもウェルカムなんで、はい、俺ができる、ね、協力できることもしますし、うん、あとはでも暴れてもらうだけかな、うん、思う存分健太のプロレスをそれに尽きると思います、はい、柴田選手が想像するに今の新日本プロレスの中に健太のプロレスが入ったらどうなると思いますか。あ、俺に、はい、いや、うん、面白くなるんじゃないですかね、うん、まだなんだろう、
想像が満ちすぎて違和感だと思いますよ。違和感があると思いますよ。でも逆にそうでないといけないと思うし、僕がいる意味っていうのは違和感でないといけないと思うんで、そんな戦いができればいいなと思います。 G1 でということは一人で乗り込むっていう形になりますよね。誰かと組むとかそういうのは G1 ですからね、はい、そうですね。別にね、仲良し恋しリングの上でやるもんでもないし、その辺はもうお互いのその意識の中で確認する必要もない、うん、友達が少ないところも似てるし友達が多いと、ね、戦いづらいからね唯一の今日は僕の数少ない友達を連れてきましたっていうことです。その日本離れてる間に新日本プロレスもまた様変わりをしているとは思うんですけれども、はい、その対世界というイメージはあると思うんですけど、他になんかこう気になる選手であったりとか今の新日本のイメージという具体的なものってのはあったりされますか？もう ほぼやったことがない選手ですし、新日本自体新日本に上がったって言ったらもう僕の記憶する中ではもう2002年とか多分もうそんなもんだと思うんで、まあ、それあれからもういろんなものが変わってますし、もう誰と やることに対してもすごく楽しみですね。つまんないですか答えとして誰かって言った方がいいですか？それはおいおい、はいはい、まあ、自分のおそらく出場が決まればブロック分けとかもまた決まってくると思います、ね、はい、おいおい聞きますいいんじゃない、はい、いいですね、オッケー、おいおい、はい、いいですか、はい、ありがとうございました。